門家は延岡城の西の門じゃないかな。神社割と近代的なのね。これは立ち入り禁止になってる。うわ、何あれ、ナバがいっぱい生えとるわ。これは西の丸ですよね。でもなんか近代的ですね。帯ぐるわになってますね。石垣があるわ。この上は内藤記念館かな。下が空は埋まってますね。
フルワの音が分かります。エイデイ、読めません。この道は昔からあったのかな。っていうのが分かりますね。手すりがステンレスです。まあ、あんまり人来てないんやな。蜘蛛の巣があるぞ。あら、あれ、落としちゃったんですかね。神社がなくなってますね。ここの車が西の あれですよね。守りの鏡をやったんでしょうね。なくなっております。紫陽花が立派に咲いてるわ。まだ変わってるな。緑の紫陽花か。日当たりが悪いから遅いんですかね。よし、
れは何ですかね。ここはなんか平坦に削られてますけど、船着き場やったんですかね。ここもすぐ西品城市ですからね。船でなんか運んでたかもしれませんね。ここはもう西品城市です。